小糸ちゃん。後悔してるよね。こんなことに関わってすごく後悔してる。なんで私に声をかけたの？私は万年の仇を取る。絶対に。何も知らないんだ、小糸ちゃんのこと。彼女はね、前の学校で。その時救われたんだよ。嘘の友達でも。お前は本当はフリルなんかどうでもいいんじゃないか。ひまりさえ救えれば。ずっとそうだろ、僕たちは。妹は私を刺した。忘れようとすると呪いのように傷跡がうずく。神の子じゃないでしょ、私たちは。